赤トンボが飛んでましたね。Thank you.
コーティシュート。はい、続きまして頂点さんがおります。参拝してみたいと思います。2023夜明け、束の間を癒しを手にした我々は可憐な前に閉じ、微笑む女神を讃える宴、荒ぶる神と共に勝利の美酒酔いしれよう、心地よい音色に耳を澄ませよう、月の明かりに照らされよう、ここに感謝の意を込めよう、タマコという団体です。みなさんこんにちは。地元の多摩市からで参加です。いつもこちらは楽しんで使っている場所
いつも通りに踊りの中でも楽しんで皆さんにほぼご覧いただけたらと思ってます。みんな頑張っていきます。よろしくお願いします。でこれから踊るのはたまこというグループですね。続きまして。
稲瀬家カッパ組さんです。カッパ組さん、スタンバイしてください。はい、カッパ組さん、お願いします。はいはい、急いで。はい、どうぞどうぞ。はい、北海道は稲瀬家赤月会カッパ組と申します。はい、拍手、ありがとうございます。今年は20周年ということで、きらびやかに参ります。何の曲をするか、ちょっとこの衣装から想像してみてくださいね。カラビアンナイト。じゃあ参ります。おい、サルサでもフラメンコでもない、カッパ組をご存知か。シャラのバラ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 バ
はい、ホッパブミさんありがとうございました。続きまして、桜蓮踊ります。桜蓮スタンバイお願いします。次は桜蓮ですね。で次は桜蓮というグループが踊るようです。はい、桜蓮は地元多摩市のチームです。今日は七変化の曲を踊ります。みんな悩みとかが迷いとかがあると思いますけれども、今日は私たちは風がヒュルリヒュルリとみんなを吹き抜けていきます。みんなの悩みを吹き飛ばしてくれます。そういう曲を踊りますので、どうぞお楽しみください。では桜蓮浜へ、小倉ちゃん大丈夫ですか。はい、 OK だそうです。じゃあ桜蓮浜へ。
クラレンの皆様でした。ありがとうございました。はい、続きましては、アライブさんのメンバーでございます。やはり玉センター初めてお越しくださいました。おごってくださいます。